皆さんこんにちは、ガイキチ兄さんです。今回はね、またニューロ光の動画です。と言ってもちょっとね、まあ内容的にはまああんまり大したことではないんですけど、ちょっとねドキッとしたというお話です。前回の動画でね、一応こう ONU のトラブルから回復したというか、まあなんかちょっとスッキリしないんですけどね、 ONU を2回ほど交換して営業者さんにも入ってもらって、中のね、こう家の宅内のコネクタも交換して、それにもかかわらずちょっとね不具合があって ONU を変えて、なんかでもまたエラーが出ちゃったけど、とりあえず使えてるよっていう、まあなんかちょっと腑に落ちない状態なんですけども、あれから今ね2ヶ月ぐらい経ちまして、一応問題なく使えてる状態なんで、とりあえず解決はしました。でまあとりあえずね、あの光回線の、回線トラブルに関しては腑に落ちないとはいえ解決したかなというふうに思っていた矢先に、またねちょっと、まあ、ニューロさん関係でちょっと恐ろしいというか、お手紙が届きました。でちょっとねこれいろいろ隠してあるんですけど、ちょっとね透けちゃったんで、これ上からあのガムテープも貼ったんですけど、これちょっとあるね弁護士法人さんからちょっとねお手紙をいただきました。でこれ裏を見るとね、非常に重要なお知らせですってね、なんかちょっともうこの時点でも嫌な予感しかしないんですよね。なんのなんかの催促だろうなっていう、まあこんなのもらったの初めてなんですけどね。まあ今までその、まあ携帯代でも電気代でも何でも滞納したことって過去に一度も僕ないんでね。うわ、なんかの督促状だろうなっていう、そんなちょっと嫌な予感がしまして。でね、ちょっとこれをね、開けてみますと、こんな感じになってました。で、これですね。受任及び督促のご通知ということでね。干渉。当弁護士法人は、本条記載の通り、依頼者から未払い内容記載の債権について、債権回収業務の依頼を受けましたので、依頼者の代理人として、貴殿に対し本条をもってご通知いたします。つきましては、直ちに本条記載の未払い内容合計記載欄の金額を、同記載の振込先にお支払いください。期限内でのお支払いが困難の場合には、お支払い方法等のご相談も受けたわりますので、必ずご連絡くださいますようお願いいたしますというね、まあ、ちょっとここら辺で読んでやめとこうかなと思うんだけど、何これっていうね、ちょっと待ってよ待てよ待てよと。で、依頼者がソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社さんで、商品名、契約内容、ニューロ光ご利用料金ってね、まあこれちょっとまあ一応金額は隠したんですけど、まあ、大した額じゃないです。これ1ヶ月分の利用料金が、まあ、入ってました。何のいたずらだろうとかってね、ちょっと正直あのクレジットカードでね落ちるようにしておいたので、全くこんなことを受けることを思い当たらなかったんですけど、で契約日とかね見るとね、これ、まあ、一応隠したんですけど、まあいいかなと思ったんですけど、この、まあ、去年ね2020年のある時にあの契約をしたんですけど、それぴったり同じ日なんですよね。なのでまあこれいたずらとかじゃないかなって、まあ、そこまで自分の情報を知ってるってことは、まあ間違いなく本物だろうっていうね。まあそのなんかいたずらとかそういう詐欺の類だったら、まあ、契約日とかまでさすがに分かんないでしょっていうと思って、これなんだろうなっていう、めっちゃこうドキドキしたんですよね。でこれまあこうやって書いてある割には、何月何日までに振り込みなさいよっていう記載はどこにもなかったんですよね。なんだこれと思って、でまあ一応問い合わせをしてみようかなと思ったんだけど、ちょっとまあ電話番号隠しますけど、これがね、0570で始まる、なんていうの、ナビダイヤルなのかな。まあ、一応、例えば通話放題とかだったとしても、こう、30秒ごとに30円とか、まあ、それぞれ金額があるんですけど、その通話放題とは別で、もう電話をかけた時点で、こう、何秒ごとにいくらとかっていうお金が発生しちゃうっていうね、ちょっとなんか、電話するの嫌だなと思って、まあ、そのお金かかっちゃうのも嫌だし、なんか、気持ち悪いなっていう、こう、こんな身に覚えないことで、こう、ね、こう催促を受けるっていうのは尺なんでと思って、でまあ一応ニューロさんのねチャットサポートの方に連絡しました。でチャットサポートで連絡して、まあ、そうしたらね、まあちょっといろいろ間違いだったっていうことが分かったので、なんだろうね、ちょっと中の不具合だったと思うんですけど、何かの手違いでこんなのが来ちゃいましたということで、で一応連絡してからかな、2週間ぐらい経った後、まあ、こちらのね弁護士法人さんからすいませんでしたっていう、こう誤りでしたっていうお詫びの電話がありまして、ちょっとニューロさんからはね、まだ未だにちょっと連絡とか電話はないんですけど、つい先日ね、お手紙の方で来てましたね、一応。ご利用料金、弊社サービスご利用料金のお取り扱い不備に関するお詫びということでね、まあ一応こう、間違いでしたよっていうような趣旨の
とか書いてあるんでね、まあ、とりあえず払わないでくださいねっていう、まあ、一応こんなお手紙をねいただいてました。やれやれって感じですよね。ちょっととりあえずこんな感じで、なんかよくわからないけど、まあ、ちょっと督促状が来てびっくりしたよというお話でした。以上、ガイキティニーさんでした。